はい、皆さんこんにちは、クニネムです。前回ようやくね、この川崎の ZRX、メーターがつきまして、まあ、ついたといってもこれ今乗ってるだけなんですけどね。で、今日はこのヘッドランプですね、これをちょっと仕上げてまたつけていきたいかなと思いますけれども、もう触るのもはばかれるぐらい汚いんですよね。もうとりあえず洗わなあかんという感じですけれども、まあ、やっていきます。はい、それでは今日はこのヘッドランプですね、これを分解洗浄組み立てということでやっていきたいと思います。で、もう画面ではね、いつも不思議に思うんですけれども、まあ、結構綺麗に映ってるんですよね。まあ、実際はもう触るのも嫌になるぐらいドロドロなんです。これをもうそのままつけるということはね、もうちょっとできませんので、バラせるとこまでバラしまして、で各部品洗いまして、であとサビがねあちこち浮いてますんで、サビの処理をして、で黒いところはね黒い塗装をしてまた組み立てようと、まあ、いうことをしていきます。でヘッドランプ部分と、そのヘッドランプの光軸を調整するこの枠のブラケットですね、これを、取り外しまして、でヘッドランプ部分からやっていきます。でこのヘッドランプにはまた枠が止まってますんで、この枠とヘッドランプ本体ですね、これを取り外していきます。各ボルトビス類なんですけれども、もう錆びまくってるんですけれども、まあ、今回の作業で、まあ、その錆びが原因で、外れにくかったというのは1箇所だけでしたね。それ以外は錆びていても、まあ、あのドライバーで回せば普通に外れました。で、枠と、ヘッドランプ本体を、止めてる、ボルトですね、今外してましたけども、そのメス穴というかね、相手側がプラスチックの部品なんですね、それもなくさないように取っていきます。で、光軸を調整するための、まあ、調整用の長いボルトが2つありまして、それを外します。もうこのボルトも、あとそのボルトについてるスプリングがあるんですけども、もう錆びまくってましたね。で今外そうとしている、この光軸調整用のボルトですけれども、これが一番外しにくかったところです。もう硬くなりまして、回らないわけじゃないんですけれども、回るんですけども、手が痛くなるほど硬くなってまして、もう工具を使って回してます。でこのボルトは光軸調整用のボルトですんで、手で回せるように、あの超ナットのようにね、ボルトの頭に、ハンドルのようなものをつけてくれてるんですね。まあ、ですけどなかなか外れませんでしたね。でこのボルトは、ネジ山の部分ですね、もう全部きれいにして普通に軽く回るように、掃除をしました。で今外しているのが、この上面のところなんですけれども、あの配線を束ねるためのものだと思いますね。もうあの取り外した時のこと覚えてないんですけれども、この板状の針金のようなものですね、これが2つ、止まってました。これも外していきます。次にこのブラケットですね、これがボディにつきまして、このブラケットに対して、まあ、いろんなものがついていくんですね。まあ、見えてるところで言いますと、この前ウインカー、あと先ほどのヘッドランプですね。まあ、あのそういうものがここに対してついていくと。で、サビに関して言えば、このブラケットが一番サビがひどかったですね。もう性格上これをほっとくわけにはいきませんので、バラせるとこまでバラしまして、サビをやっつけて、またあの塗装ですね、黒い塗装をしておきます。まあ、あの塗装するというのは、あの、まあ、見た目をきれいにするという意味はもう私の場合ほとんどなくてですね、防静ですね、また錆びさせないためということで、塗装していきます。まあ、空気と触れさせないということですね。で、ついてますこの前ウインカー、これを取り外していきます。
で、この付き方がですね、サービスマニュアルとちょっと違うんですね。ちょっと詳しいことわかりませんけども、このウインカーが、純正部品ではないような感じですね。取り付け用のスタッドボルトが中空になってまして、そこは配線通って出てきてるんですけれども、サービスマニュアル見ますと、取り付けの大きな太いボルトとは別の穴から配線が出てる、そういうウインカーの図があったんですね。ですから純正ではない、ウインカーがついていたのかなと思います。もう私にとってはもうどちらでも構いませんので、使えるならばそれでいいということで次に進んでいきますけれども、言ってましたこのブラケットですね、ここに、ゴムのブッシュが、4つついてます、その4つのうち2つは今外しました前ウインカー用のもので、もう2つはヘッドランプをこのブラケットに固定するためのボルトのところにつくグロメットブッシュなんですね。取れるブッシュすべて取り外しまして、でブッシュはシリコン付けにしまして、少しでもゴムらしさを回復させるということをしていきます。使えるブッシュはいつもそのようにして使いますけれども、よっぽど形が変わっていない限りシリコン付けにすれば大体また使えますね。ブレーキ関係とかね、そういうところにはさすがにしませんけれども、こういうところはシリコンでなんとかなるかなと思います。ウインカーもね、中のブッシュ取り外しまして、ゴムのシールですね、シリコンで拭き上げておきました。で、各部品を洗浄していきます。雨対策ですね。防水用のゴムのシートのようなものと、あとブラケットですね。で、使ってる洗剤は、これはもう灯油ではなくて、アルカリ洗剤を水に溶いたもの、これを使ってます。前、別の作業で使ったものを残しておいて、そのまま使ってます。ですからもうすでに真っ黒に汚れてますけれどもね、この洗剤を使い回していきます。洗い終わりますと、真水でね、水道水で、すすいでいきます。すすぎ終わりますと、今度はサビをやっつけるということで、このブラケットですね、特にこれサビがひどかったんですけれども、錆びてるところにサビ転換剤を塗っていきます。これが塗り終わりまして、このサビ転換剤が乾きましたら、塗装をしていきます。シャシーブラック使いますと、塗装がちょっと弱いイメージが私ありまして、シャシーブラックばっかり集めた動画を別で投稿してますけれども、あんまり最近、好きじゃないんですね。ですから、アサヒペンのね、抗耐久ラッカースプレーっていうのを愛用してますけれども、それで、塗装しました。このヘッドランプも、塗装しました。で、このヘッドランプについてる四角いこの枠ですね、メッキの。で、これを取り外して、もう磨き倒したんですけれども、これ磨きますとね、本当にヘッドランプがパリッとしますね。メッキが、サビと汚れでね、ザラザラしてたんですけれどもね、メッキらしくなりました。そしてこの枠の裏側はね、結構錆びてましたね。そこも錆転換剤を塗ってます。磨いたのは見える表面だけです。で、6箇所爪でね、引っかかってますんで、外すときはこの爪を起こして、外しまして、取り付けはこのようにね、プライヤーで爪で爪を倒して挟み込んでいくと。で、ここから組み立てですけども、この枠ですね、これに留めていきます。細かいね、ネジ類がたくさんありますけれども、使うものが、このプラスチックのメス穴と、ペアになっている、小さなボルトですね。これをヘッドランプの上下、同じビスですけれども、これをつけていきます。プラスチックの、相手側を、スコンとね、奥側に落とし込みまして、外側から、このボルトを締め付けていくと。
で、これが上側になりますけれども、同じように留めていきます。で、できましたら次、後軸調整用の長いスプリングのついたボルトですね。これをつけていきます。これが左右の後軸を調整するためのボルトですね。バネをね、ちょっと縮めないと入れれないんで、順番を間違えたと思いますね。枠をつける直前で先にあのボルト止めておいた方が良かったのかもしれません。まあ、後からでも、あの、バネを縮めればね、つけれます。で、この、裏側につく、ボルトですね。これは本当に外すとき外しにくかったやつなんですけれども、ネジ山をね、全部さらいまして、給油しまして、もうすごくスムーズに動くようになりました。で、ヘッドランプの上に、この防水用のシートをですね、これを、ね、つけていきます。で、この防水用のシートですけれども、前の部分が帽子のつばのようにちょっと張り出してるんですね。あれは最終どういう、仕上げになるのかなと思うんですけれども、なんかライトの光を遮りそうな感じがするんですね。また後から取り付けの時に調整しないといけないかもしれないですね。で、もう作業の方は、このブラケットに取り外したブッシュゴムを取り付けていってます。もうシリコンにつけときましたんでね、すごく弾力性のある、いい感じのゴムに仕上がっております。これをね、それぞれの枠の中に収め込んでいきます。まあ、こういうゴム部品に限らないことなんですけれども、まあ、ダメになる前に、壊れてしまう前に、少し手を加えてやれば、まあ、こういうものっていうのは、すごく寿命が延びるんですよね。で、お世話してあげないから、壊れて交換しないといけないとか、まあ、そこが壊れることで、関連する部品たちが、また引っ張られるように壊れていくとか、まあ、そういうのがね、本当にもったいないなと私思いますね。ほんのちょっとのことでね、まあ、部品買ったりしなくても、もともとついてた部品で、ずっといけるのになというふうに思うんですけれども、まあ、特に買ったばかりの中古車をこうばらしますと、まあ、そういう残念だなと思うことが本当に多いです。で、画面ではウインカーつけていってますけれども、このブラケットがですね、後期モデルの分が結構高い値段で取引されてるみたいなんですね。まあ、理由が後期型のビキニカウルをつけるのに、後期型のこのブラケットが、まあ、人気があるというか、よく売れると、まあ、いうことみたいなんですけどね。まあ、見た感じよく似たブラケットですけれども、ちょっとの加工でなんとかならないのかなと思うんですけども。はい、ということでね、ヘッドランプとそのブラケットですね、仕上がりましたんで、次はね、このヘッドランプとあとこの前回りですね、どんどんつけていきたいかなと思います。それでは最後まで見ていただいた方ありがとうございます。また続きやっていきますので、ぜひともお付き合いを願います。それでは。